皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自虐動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、足のかゆみが取れません。帯状疱疹になって2週間が超えてね、まあ、細かく言えば17日目なので、まあ、3週間目に突入したんですけども、まあ、日にち的に言えばね、30日くらいまではその急性期という期間なので、だいたい水ぶくれとかね、かさぶたになってくるんですけども、その水ぶくれもね、そのお風呂に入ってる時にね、破れてしまって、まあ、破いてしまってね、もう最悪な状態です。まあ、特にね、僕の場合はですね、その白血病で治療のために、ね、骨髄移植をしまして、まあ、そろそろ2年経つ頃なんですけども、その骨髄移植をした人はそれぐらいの時期にですね、まあ、このね、あの帯状疱疹になる特徴があるんですよ。で、まさにその時期に入ってますので、その健常な人、健康な人がなる帯状疱疹とはまた別のね、種類ですとね、その言われることがね、多々あります。まあ、誰が言い始めたか知りませんけどね、まあ、そのように言われてるんですよ。で、そんな特別な帯状疱疹らしいので、まあね、症状の出てき方もね、その健常な人らとの場合とはね、まあ、違う感じでした。まあ、帯状疱疹のことがね、書いてあるそのいろんなその本やね、資料とかね、まあ、サイトを見てみるとですね、まあ、ほとんど健常な人がなることを対象に書かれてましたので、帯状疱疹になったらまず赤い斑点ができてきてですね、点点点点点っていうのが出てきてですね、その5日目ぐらいからその水ぶくれになって、でそれぐらいのピークに帯状疱疹痛っていうのがね、確信に変わってくるみたいなんですよ。で、10日あたりからそのただれてきてですね、15日が過ぎた頃にはかさぶたになると書いてありました。そこから20日間ぐらい過ぎたら、その斑痕というね、まあ、傷跡のようなものなんですけども、それに代わって、ね、帯状疱疹後神経痛になっていくようです。まあ、僕の場合はですね、その下半身でね、まあ、特に左足側、左側の方にね、症状が出てきたんですけども、まずは鈍痛が足首に起こりました。鈍痛です、鈍痛。ほんで、その鈍痛がね、膝に来てですね、腰に来て、まるでその座骨神経痛かのようなね、痛さでね、その10秒から20秒に1回の間隔でね、ドーンとかね、グーンってくる痛みがね、あったんですわ。まあ、座骨神経痛になってないからね、わかんないんですけど、まあ、例えるなら座骨神経痛かな、みたいな感じなんですけども、でも、その座骨神経痛ってどんなんてこう聞いたり調べたりしたら、まあ、大体似たような感じのね、回答をね、あの、いただきました。で、まあ、その座ってても寝ててもね、何してても痛い状態でね、ほんまに、ね、歩けない状態でした。ね、以前からも言ってますよね、そのトイレ行くのも、もうこのフローリングをね、この這いつくばってほふく前進してね、そこのあのドアから出て階段降りていかなあかんぐらいの感じがあったんですよ。だからね、とても大変やったんです。だからね、その僕は最初にね、その神経痛のような、ね、痛みが来たわけですよ。で、そこからはその健常な人らがなる帯状疱疹と同じようなペースで症状が悪化してきて、まあ、今に至るんですけどもね、鈍痛が長引いててね、病院に行ってですよ、帯状疱疹を診断されてからね、その帯状疱疹ウイルスの活発化を抑えるため その抗ウイルス剤と、まあ、たくさんのね、その鎮痛剤、解熱鎮痛剤をね、もらってね、なんとかね、その鈍痛っていうのがね、そこ収まってきました、引いてきましたね。そしてその後にですね、発熱もありました。それもね、そのもらってた鎮痛剤でね、すぐにね、収まったんですけどもね、まあ、もしね、薬をもらってなかったらね、その鈍痛とね、熱がね、いつまで続いてるかね、わからないですね。もう考えてるだけで怖いですわ。今でももう、ドーンドーン、痛い痛いってなってたかもしれないですね。ほんまに怖いですわ。で、そしてね、その抗ウイルス剤を飲んでいるので、その赤い斑点とかに水ぶくれっていうのがね、広がることはなかったので、まあ、今のところはね、大丈夫なんですけども、まあ、その皮膚表面に感じるね、やけどのような痛みっていうのがね、ずっと続いてるんです。まあ、例えばそのね、これも何回も言ってますけども、その夏に海に行ってですね、日焼けをしすぎてやけどになってるような感覚ですわ。めっちゃ痛いしね、めっちゃ痒いんですよ。まあ、もうね、あの日焼けとかね、皆さん経験したことあるでしょ、若い頃に。若い頃にね、子供の頃にね、もうかきむしりたいけどかきむしたら余計痛いしっていう風な感じなんですよ。だからね、ほんま痛さよりも痒さが勝ってるんです今。もう痒さって我慢できないですよね。
で、ほんでそのね、そのかゆみが出てきてるということを調べたらですね、その回復期にかゆみが出る人が多いので、その帯状疱疹の回復期に痛みが、違うわ、かゆみが出る人が多いので、治っていくにつれてかゆみが出る場合があるとも書いてました。とかもう回復してんかなとかね思って、ちょっとね気は楽になってるんですけども、あの痒さの方が勝ってるんで全然気は楽じゃないです。ほんまにね、回復期回復期って聞いてね言われててもですね、もうそんなん言われてもね、こんなもん我慢できませんよほんまに。まあ、以前にもね、その2個前の動画かな、その前々回の動画やと思うんですけども、そこでね、かゆいからね、かきむしてしまうんですってね、お話ししましたけどもね、まあ、その頃はまだかきむしってもですね、満足感まで達したらですね、そのかゆみっていうのはね、収まってたんですけどもね、今はね、かゆくてかきむしるとですね、その後20秒か30秒くらいね、ぐわーっとこの熱くなってきてですね、その痛くなってね、かきむしる前よりも、さらにね、かゆくなるんですよ。もう家に誰もおらんかったらね、もうかいてしまって、ね、その痛くなってね、うわーってこう叫んでしまうくらいだからね、相当なんですよ、ね、昨日ね日曜日やったんですけども、その奥さんとね子供らはね、ちょっと親戚の家にね出かけたのでね、まあ、ちょうど家で一人になった瞬間があったんですよ。でその時にちょうどねかきむしてしまってね、もう思わずね叫んでしまいましたわ。ほんまに近所に聞こえてたらどうしようかなと思うから、でも関係なかったですね。だから痒くてもね、かきむしるのをね、我慢せなあきませんのよ、ほんまに。叫んでしまいますからね、ほんまにね。なんか自分の痒さよりも、なんかこう、世間体っていうんですか、ご近所様の目がね、怖くなるんで、もうね、ちょっと我慢してるのはダメなんです。でもね、なんかこう刺激を加えてね、別の痛みでね、痛みを和らげないと、紛らわさないとね、ずっと痒いままなんですわ。だからこう爪を押し当てたりとかですね、なんか鋭角のものなんかあるかな、そのまあ鋭角のものでね、この定規とかあるじゃないですか、子供のね30センチたちとかでこんなグーッと押さえたりとか、あのそんなんでこう押さえつけてみたりとかですね、こうきつくつねってみたりとかね、その猫よけのトゲトゲのやつあるじゃないですか、鳥よけとか、100均で売ってるやつね、あ黒いやつ、あんなんでこう、ぐわっとこう押し当ててみたいですね。そうするとね、少しはマシになるんですが、その痒くなる部分的にはっていうところで言うとですね、その左足の膝下外側がね、全部なんですよ。まあ、ちょうどこのすねの骨あるじゃないですか。ね、その出てるでしょ、みんな触ったらわかるじゃないですか。そしてその骨をたどっていってですね、ちょうどその膝の骨、すねの骨からこう外側に向けてふくらはぎにかけてと、そしてすねの骨からこの足のね高い足の甲の高いところからその親指にかけて線を引いたところから外側、だから足の指全部とかね、そういうところにすごい痒みがねあります。うずくんですよ、痒みがうずいてくるんですわ。まあ、そんな感じで、そんな状態でですね、普段生活したらですね、この何も知らない子供らがね、ひっついてきたり、その足にひっついてきたりね、その足の上に石がみついてきたり、その足を踏んできたりするんでね、もうその瞬間はね、地獄なんです。もうそのためにね、痛い、ちょっと待ってってこうなるんです。まあ足が痛くなかったり、痒くなかったら何もでも構わへんんですけどね、その今はほんまに飽きません。これはね、ちょうどね、その明日に皮膚科の通院がありますので、この状態を見せてですね、その痒み止めのお薬やね、塗り薬があればね、もらっていきたいもんなんです。やっぱめっちゃ効くやつをね、もらっていきたいですね。でも前回のね、痛み止めがね、1種類増えたんですけども、まあ、先生も言ってましたけどね、ビタミン剤なので、まあ、気休め程度にしかならないから、効くかどうかも分かりませんよって言われました。まあ、コメント欄でね、事前にね、教えてもらったのでね、気休めにしかならなくてもすんなり受け入れてました。しかしそれがね、効いてるかどうかね、ほんまに分かりません。だからほんまに気休めなんでしょうかね。しかもね、明日はね、その歯医者の通院も入ったので、それのついでにね、ということで、その通院の周期的にはね、ちょうど良かったんです。なのでね、今月はね、3週間連続でね、病院に通うことになります。まあ、何ヶ月か前にね、虫歯が大変なことになってですね、6週間連続でね、歯医者に通院したことの頃をね、思い出しますね。まあ、そんなことがあったんでね、もう慣れましたわ。まあ、とりあえずね、明日病院に行ってきます。まあそんな感じでね、今日はね、帯状疱疹が3週目に突入して、足がめっちゃ痒くなってきているよっていうお話でございました。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。